サンダンスの儀式は、アメリカ、カナダの平原インディアンの部族が行う、自然復活と和平祈願の最大の儀式。祭りや、聖人の儀式ではない。アメリカインディアンは、大自然のすべてのことどもは、大いなる神秘のもとにあると考える。日常のすべてがこの、大いなる神秘との対話であり、聖なる、パイプとタバコは、そのための大切な道具である。 インディアンはパイプでタバコを吹かすことで、大いなる神秘と会話するのである。サンダンスは、こうした、大いなる神秘との会話と捧げ物の儀式のうちの、最大のものである。大自然は夏にピークを迎え、やがて厳しい冬を迎える。狩猟採集を制御としてきた平原のインディアンたちは、気候と連動した獲物の増減によってもたらされる、飢餓の経験から、 大自然の力は衰えゆくものであると考え、サンダンスで大精霊に祈り、自然の力が再び勢いを取り戻すように願う。防御策で囲まれたかつてのダン族の村。中央の広場に儀式用の柱があるサンダンスの儀式の中で、特にピアッシングの苦行を体系立てて洗練させたのは、水売川上流の平原部族ダン族と言われる。 マンダン族の神話もインディアンの神話全般に見られる。かつて世界は水の中に没していたというモチーフを持っており、また彼らは水売りの恩恵を受けていたから、彼らのサンダンスでは太陽の精霊だけでなく水の精霊を眺めることに主眼が置かれた。数族のサンダンスを説明する前に、 ピアッシングの儀式を行う部族の元祖と言われるマンダン族のサンダンス、オーキーパの1830年代の記録を紹介しておく。オーキーパも他のインディアンの儀式同様合衆国によって長年弾圧禁止されたが近年復活している。マンダン族のサンダンスであるオーキーパの儀式も4日にわたって開催される。彼らの伝統的な家屋は アースロッジと呼ばれる土ン洲型で、村の中央に広場があった。オーキーパではこの広場の中央に建てられた、高さ2メートルほどの太い柱が象徴で飾られ、呪い師たちがその横に一列に座り、一人のガラガラに合わせて太鼓を叩いて、儀式の歌を歌い、温度をとる。オーキーパの踊り手の男たちは、腰布と頭の羽飾りだけの姿となり、 全員が体にペイントをする。蛇に噴した踊り手たちは、蛇の反転模様で全身を覆い、ビーバーに噴する者は、ビーバーの毛皮を被り、夜に噴した者は全身を黒く塗り、星々を描く。昼に噴した者たちは全身を褐色に塗り、白い盾の甲子を描く。儀式の一つは、バッファローの踊りで、彼らの命の糧であったバッファローの毛皮を被った。 選手たちが、体を赤と黒の島に塗り分け、鈴のついた楽器と槍を持って、二人一組になって踊る。その周りを子供たちが囲んで走る。現在、サンダンスを行う最大の部族は大平原部族の、スー族である。伝統派スー族の呪い師、ピート・キャッチーズはこのサンダンスを、すべての儀式の祖父であるとし、レームディアは、ハンブレチアは、 たった一人で和寒短歌と向かい合うが、ウィンワンヤンクワチピは、あらゆる人々が和寒短歌とつながる、部族全体のハンブレチアだと説明している。現在、全米に広まっているサンダンスは、数族の儀式を基本にしたものが多い。ここでは、数族のサンダンスを基本に、これを説明する。数族の言葉でサンダンスは、ウィンワンヤンクワチピと言い,い、これは、 太陽を見つめる踊りという意味である。サンダンスは初夏から夏至の頃に行われる。その理由として20世紀の呪い師ヘンリー・クロードッグはチョークチェリーが実り大地が緑を増し若い男女が愛に向かう2本足も4本足もすべてが喜びに満ちる時だからだと説明している。儀式は4日にわたって行われる。4という数字は インディアンが最も神聖死する大自然の真理を表す数字である。サンダンスのすべては象徴に満ちており、サンダンスはインディアンの宇宙観である円を象徴した会場で行われる。見学者のためには松の花どを屋根にした開放型の小屋が用意される。サンダンスは円形の広場の中央にてっぺんが二股になった箱柳の若木の柱を建てる。 ところから始まる。儀式全体を取り仕切る、区は、キュアーピによって選ばれた、4人の若者、イタンちゃんが、石膏となり、チャンワカンを探し出し、部族に報告する。翌日、男も女も、羽飾りやビーズ衣装で清掃し、馬に乗って、チャンワカンを捕らえに向かう。木を切るのは4人の諸女が行い、絶対に地面に触れないよう広場まで運ばれる。 柱を立てる穴には、バッファローの油供物として入れられ、柱を立てる歌を全員で歌う。柱には、バッファローの皮で作った、バッファローと人間の小さな人形を包丁の象徴として吊るし、タバコの入った袋の束を結びつける。柱の二股は、ワキンヤンの巣の象徴である。サンダンスの踊り手は、 スウェットロッジで体を清め、上半身裸の赤い腰の一枚の姿となる。顔を呪い師にペイントしてもらい、首にタバコの鳩が入った呪いの包みを下げ、頭と手首に聖事の輪をはめる。わしの骨の笛を歯に挟み、踊りの真中、これを吹き鳴らす。この音に誘われて、実際に上空でわしが集まれば吉兆である。わしは天井の 大いなる神秘の目を務めているとされるからである。サンダンサーは、この柱の周りで4日間、日の出から日没まで、じっと太陽を見つめながら、裏声で儀式の歌を歌い、太陽の踊りを踊り続ける。彼らは4日間絶食し、水を飲むこともできない。踊り手が失神した場合でも、生地に浸した水が唇に垂らされるだけである。 周りでは呪い師たちが声を限りに儀式の歌を歌い、太鼓を打ち鳴らす。サンダンスにおけるピアッシングの苦行の思祖は万ン,ン族の大きいパの儀式と言われ、サンダンスがシャイアン族、アラパホー族やスー族多平原の部族に広がる中、最も過熱なピアッシングの苦行がスー族によって発展させられた。これは儀式の4日目の千秋楽に行われるもので、 自らの肉体の痛みを捧げ物として、大いなる神秘に祈りを捧げるという苦行である。ピアッシングは穴を開けるというような意味だが、儀式の形態としては身体改造のボディサスペンションにより近い。人間にとって一番大切なものは自分の体であり、これは大いなる神秘の所有物ではない。したがってサンダンサーは、 かけがえのない自分の肉体を捧げるのである。万ン族の大きいパの儀式のピアッシングの苦行万ン族の大きいパでは平原部族と違って屋内でピアッシングが行われた。聖なるロッジの中で数人の呪い師が太鼓を叩いて歌を歌い聖なるパイプでの祈祷が行われる中、サンダンサーは背中か胸の肉に わしの爪を差し通し、バッファローの生皮で天井から吊るされる。守備よく肉が切れて、下に落ちれば、苦行は成就する。彼らの痛みは精霊への最大の贈り物となるからで、ある。サンダンサーの足には、頭蓋骨の重しがつけられ、気を失った者は呪い師が槍でつついて、意識を取り戻させる。下に落ちた、サンダンサーは、表の広場に出て、 儀式の柱の周りを時計回りに走って回る。バッファローの頭蓋骨を背中につなぎ、肉が断ち切れるまで、これを引っ張る者もいる。気を失った者は、せっこくに体を縦に塗り分けた海添え人が両脇を支えて走るのを助けてやる。この大きいパの儀式は、白人の画家たちによって、東部の白人社会に紹介されたが、白人たちは、 衝撃的なこのような儀式の描写を気味の悪い幻想であるとして批判した。そしてこれらの儀式は若い戦士たちが将来の指導者になるための通過儀礼であると誤って解釈された。19世紀のピアッシングは代表格の一人がこの苦行を行うものだったが、ストレスの多い現代では大勢のサンダンサーがこれを行う。ピアッシングを行う踊り手は 儀式の前に、聖なるパイプを頭上に捧げ、ピアッシングの誓いを立てる。これを誓った者は、4年間、必ずピアッシングの儀式を行わなくてはならない。まず、踊り手は呪いしらに手伝ってもらって、胸の肉をつまんで引っ張ってもらい、わしの爪やくをこれに突き刺して通し、バッファローの生皮で柱とつなぐ。そして体重を後ろにかけ、再び日の出から日没まで、 やはり飲まず食わずで太陽の踊りを踊るのである。この苦行は流血を伴い踊り手の体力を極限まで奪う非常に苛烈なものである。傷口にはハエがたかり意識は朦朧となって最後には肉が断ち切れたところで儀式は最高潮を迎え一斉に女たちがビブラートでこれを称える中踊りは終わる。守備よく肉が切れた場合は良いが いつまでも切れなければ、友人たちが体を引っ張るか、呪い師役は、キアーピが、ナイフで肉を切って解放する。柱につなぐよりももっと痛みを伴うものは、バッファローの頭蓋骨を生皮で体につないで走る、ピアッシングである。この場合、友人たちが頭蓋骨が割れるよう手伝ってやる。この苦行は白人たちに、若い戦士が勇気を誇示する通過儀礼であると、解釈され。 これに基づく文献も多いが、これは誤りである。彼らは、かけがえのないものとして、自分の肉体と痛みを大精霊に捧げ、部族の安寧と発展をただ祈るのである。数族のセンチェイスト・バイ・ベアーズは、この苦行についてこう語っている。体は、自分のものだから、誰かに、自分の体や肉を与えることは、自分の本当に、唯一のものを与えるということだ。 またレームディアーは、キリスト教では2000年前に、イエスが自分の体を神に捧げたというが、我々インディアンは人々を救うために自分たちを直接捧げるのだとこれを説明している。カナダでは、アメリカ国教そばの平原オジブワ族、クリー族、ブラックフット族がサンダンスを行う。シャイアン族やカヨワ族など太陽の踊りを行う他の平原部族も、 ピアッシングの苦行は行わない。マンダン族の大きいパが弾圧され、途絶えた今、インディアン部族では、ここまでの苦行は、数族独特のものとなっている。1830年代に描かれた数族の、ピアッシングの苦行。中央の柱が、チャンワカン。現在のピアッシングもこれと変わらない。 アメリカ合衆国では1881年にインディアンの宗教が非合法化された。さらに1883年には合衆国政府とカトリック教会がサンダンスは野蛮な行いでインディアンの開花を妨げるとしてこの儀式を禁止した。カナダではサンダンスは1895年に禁止された。以降、儀式の話をしただけで彼らは白人に逮捕された。 インディアンたちはこっそりと隠れるようにして彼らの儀式を行わなくてはならなかった。1904年、合衆国はサンダンスを正式に非合法化した。白人たちはすべてのインディアンのダンスや行事をヒキリスト教的な野蛮な習慣であると捉えていた。1923年、ビア長官のチャールズ・バークはすべてのインディアンのダンスは1ヶ月に1回。 一日だけしか行ってはならないと、制限した。さらに50歳未満のインディアンのダンスへの参加、また収穫期に、これを行うことも禁じた。合衆国では、アメリカインディアン国民会議などの粘り強い交渉で、ようやく1940年代になって、フランクリン・ルーズベイルトが、自虐行以外の宗教儀式を合法化したが、ピアッシングの儀式などの苦行はなお弾圧禁止された。 マリー・クロードッグはサンダンスの自己犠牲の祈りはキリスト教の十字架に匹敵するほどの力を持つためカトリック教会の必要なサンダンスの弾圧の背景にはこれに対する恐れや敵視があったのではないかと語っているカナダで解禁されたのは1951年のことだった1968年にオジブワ族の若者たちによって結成された 権利運動団体、アメリカインディアン運動は、我々のインディアンを取り戻すことを目標に、激しい抗議行動を行い、白人による理不尽な規制や差別を実力行使によって破っていった。彼らは、強い民族回帰を前面に打ち出し、同化政策で奪われたインディアンの宗教儀式の復活を目標に掲げ、数族の呪い師に協力を求めた。当時、 数族には、レームディアや、マシューキング、ヘンリー・クロードッグ、ウォレス・ブラック・エルク、ビル・イーグル・フェザー、ピート・キャッチーズ、ヘンリーの息子のレオナルドなど、数族の伝統を誇示し続けた、伝統派が、多数いた。彼らは、AIM の若者たちに、スウェットロッジ、サンダンスの儀式を教えた。やがて全米に広がった、レッド・パワー・運動は、 各地のインディアンたちに信仰を復活させ、数族のサンダンスの儀式は全米規模の儀式となった。全米でサンダンスが禁止された中、数族では絶え間なく白人の目を盗んでこの儀式が続けられていた。しかし1950年代にサンダンスが解禁されたものの、それは部族会議や、 プラスチックメディスンマンらによって遊園地の出し物と抱き合わせにした有料の観光行事にされた。数族ではこのような偽物のサンダンスがパインリッジ保留地で行われていた。1971年、これに対し上に挙げた数族の伝統派が本来の伝統的なサンダンスを取り戻そうと、1890年に数族同胞が大虐殺された、ーンデッドで、 伝統的なサンダンスを開催した。しかし、これを知った、部族警察が、見せ物のサンダンスの邪魔になるとして、これを妨害してきた。このサンダンスには、AIM のほかアルカトラズ島選挙事件で知られるジョントルーデルラ決起盛んな、全部族インディアンメンバーもいて、一触即発の事態となったが、部族警察は会場を選挙して、続行不能となってしまった。 そこで彼らは合議の結果、そこから 130km 離れたローズバッド堀内にあるクロードッグ親子の住むクロードッグパラダイスでサンダンスの続きを行うことになった。しかしそこまでサンダンスの柱を運ぶにはトラックを使わねばならず、上記したような伝統的な作法にこだわるヘンリー・クロードッグは難色を示した。結局、長ロンイーグル・フェザーが 和寒単価に許しを請うことで、トラックが使われることになり、無事柱は、ローズバッドに運ばれた。金目当てではない、派手な設備も何もない、伝統に乗っ取ったサンダンスがこうして復活した。柱の上空に、わしの群れが現れ、レオナルドクロードッグは、バッファローの頭蓋骨を体に、ピアッシングで繋いで引っ張るという苦行を自ら行い、 この手法での苦行をおよそ100年ぶりに復活させた。以降、数族の伝統派のサンダンスは、クロードッグパラダイスで毎年行われている。この1971年からの、クロードッグパラダイスでのサンダンスでは、背中に、バッファローの頭蓋骨を12個つないで走って、肉を引きちぎる、胸に2カ所ピアッシングをして、柱から吊るされるなど、一世紀前の激しい、 ピアッシングが復活した。4日間連続でこれらを行う者もいる。10歳前後の児童もこのピアッシングに参加する。数族の伝統派のロイシ、レオナルド・クロードッグの家がある、クロードッグ・パラダイスは、毎年の伝統派、サンダンスの儀式会場になっている。インディアンの儀式は、男女が等しく参加できるものであるが、サンダンスは例外だった。クロードッグは、 インディアン女性の権利団体、すべての赤い国の女たちが、女だけのサンダンスを開催した時に、生理中の女性まで、これに参加したのを見て、生理中の女性はとても強い力を持っており、儀式の力を無効化するから行うべきでないと、批判した。その後、レズビアン団体が、クロードッグパラダイスのサンダンスに参加を申し入れてきた時には、仰天したと語っている。 1977年に80人ほど参加したクロードッグパラダイスのサンダンサーは現在では200人ほどに増加している。レッドパワー運動や AIM によってサンダンスの儀式は全米に広まった。また、数族のピアッシングの苦行には女性や数族以外のインディアンや民族の男女が参加している。また、近年数族との交流を深めている。 ラバホ族は儀式にピアッシングを取り入れている。一方、ニューエイジなどの接近により、まがいもののサンダンスで、事故も相次いでいる。1997年3月8日、白いバッファローの子牛の女の聖なるパイプの保存者である数族の伝統派、アーボルルッキングホースは、インディアン以外の人々が、数族のウィワン・ヤンク・ワチピに参加しないよう声明を出した。 9日には、アラパホウ族、シャヤン族、クリー族、スー族の宗教者代表団も、同じ声明を行っている。雨をもたらす精霊である。小さなバッファローと呼ばれる大切な食料である。ヤマに分け入って4日間飲まず食わずで一人きりで、過ごし、ビジョンを求める儀式。ウィグワームを使ったサウナ式の浄化の儀式。ありがとうございます。